なかなかね、あれですよ、梅雨にならないですね。今年は梅雨が来るのが遅いという話になってますね。まあね、梅雨なんて短い方がいいんですけど、あまりにも短いと水不足とかになっちゃうので、どうなんでしょう、何の話をしてるんでしょうということで、第2週目担当です。ミュージックボックス始まりました。なんかですね、東北とかに行きました、車で。まあ釣りではないんですけどね、車をだから400キロぐらい久々に運転しましたね、高速道路で。なんか高速道路ってこう走る時にですね、割と自分こう見えて、どう見えてか分かんないですけど、安全運転なんですよ。で、長距離走る時はちょっとね、ペースマーカーみたいな、運転の上手そうな結構大きめのトラックを見つけると楽なんです。で、その条件っていうのが、まずは速度をあまり変えない、あまり車線変更しない、あとはでもまあこの2つかな、要は坂道とかでも上り坂とかでも速度があまり落ちない、かといって下り坂で飛ばすわけでもない、車線もあまり変更しない、要は一定のペースで、ずっと走っているというトラック、大型トラックさんを見つけて、なかなかいないんですよこれでもね、こういうちょっと安心できるそういうトラックを見つけると、大体車間距離をかなり置いて後ろにこうずーっとくっついていくとすごい楽なんですよね。そのだ、なんか誰かにこう引っ張ってもらってるみたいな気分になるんですよ。気分ですよ、引っ張ってないですよ、自分でアクセル踏んでんですけど。なのでね、これからね、7、8とかね、どっか遠くまで車で行くっていう方がいらっしゃったら、参考にプロドライバーとかではないので参考にできるかどうか分かんないんですが、参考にしてみてくださいで、まあその遠くに行った時に、ネットフリックスでなんかドラマの舞台になった、廃墟の遊園地があるんですよ。そこをちょっと遠回りするとそこ通れる感じだったんで、そこ行って見て写真撮ったんですけど、なかなかシュールなね、実はねちょっとそういう廃墟とか割と好きなんで、以前自分の弟が仙台とかに住んでた時にそこに釣りに行ったことがあって、で暗いうちから釣りしてたら、反対側に夜が明けると同時にこう観覧車のシルエットが反対岸にですよね、だから正面のその湖の向こう側にシルエットが見えてきて、なんだあれってなってたのがそこだったんですよ。なのでちょっともう一個ちゃんとその時は見に行けなかったんで、ちょっとまあ、中はね管理してる方がいて許可取らないと入れないみたいなんで、入ってみたんですけど、入ってみてないです。写真外側から見て撮ってきただけだったんですけど、いいですね、なんかちょっとこう異世界な感じがするものでしたね。寂しさとかもあるしね、インスタとか自分のねツイッターとかには写真が上げたんで、よかったらね、なんてことない写真なんですけど見てください。まあなんかそんなバタバタしてる、5月の後半も過ぎ、
ミュージックボックス行ってみましょう。毎週金曜の夜10時 FM ホット839から地元ゆかりのミュージシャンが週替わりで音楽とトークをお届けするミュージックボックス第1088回目の放送となる今週、お送りするのは私2週目担当パーソナリティの金岡康弘です。流れているのは今週のオープニングテーマ曲、終わりなき道。それでは今夜も1時間よろしくお願いします。ということで始まりました、今週のミュージックボックス。選曲テーマはああ素晴らしきかな AOR ということでお送りしたいと思います。まあね、聞いたことあると思うんですよね、ジャンル AOR っていうジャンル。まあこのジャンル名は実は和製英語で、まあその辺の話もしつつ、今回はAOR と言われるジャンル、80年代90年代ぐらいの、まあ、80年代が多いかな、あでもそうじゃないのもお送りします。でピックアップのコーナーでは、その中でね、ちょっと自分が見つけたその AOR をやってるアーティストさんをちょっとピックアップして紹介したいと思います。なんかね、もうね、やってる人があんまりいないジャンルなんですよね。なんかほらロックとかああいうのはもうずっといるじゃないですか、ヘビーメタもいるし。だけど現代までそのなんて言うんだろうな、その AOR って日本で呼ばれたもののテイストを追っかけてる人っていうの、そのままやってる人、またはそのまま若い人がそのままなんて言うんだろう、今そのジャンルのものをやってるっていうのはなかなかいないんですけど、そのねピックアップのでご紹介するのは要は現代の AOR アーティストというか海外の方ですけどね、をちょっとご紹介したいと思います。X ハッシュタグはシャープミュージックボックス MUSICVOX、ぜひねリアルタイムで参加していただけると嬉しいです。ということで今月の1曲ですね、まずはこれ1曲目だな、1曲目ですね、いけます。私が選んだ今月の1曲目はアンプロージアビッゲストパートオブミMy favorite things ということで、毎週各パーソナリティがさまざまなお気に入りをね、個性的なお気に入りを紹介しておりますが、2週目は私種岡が、
テーマを決めてよりすぐりの曲をご紹介するっていう流れになっております。で、先ほどもね言いましたけど、今週の選曲テーマは素晴らしきかな AOR ということで、 AOR です。 AOR っていうジャンル、まあね、聞いたことのない方のために説明しておきますと、もともとはアメリカでね、シングルのチャートを意識したものではなくて、アルバム全体としての完成度を重視したスタイルで作られた、なんていうんだろう、音楽をアルバムオリエンティッドロックって呼んでたんですね。うん、まあアルバムロックとも言われるんですけど、でこれが元になったわけではないみたいなんですけど、なぜかそのちょっとまあ柔らかめの大人向けのロック、まあロックな、まあロックっぽいのもあるんでね、そういうロックをのことをアダルトオリエンティッドロックって AOR でつけて、そういうジャンル分けしてたんですよ。でさっきのねアンプロジアの曲とかもそうなんですけど、特徴としては、まあ、ビートがしっかりしている、割と16ビートが多いで、ジャジーなコード、和音、なんか大人の雰囲気だね。でそれにちょっとこう美しいメロディーっていうのかなっていうのが割と多くて、まあその有名なのはね、ボズスキャックスとかね、あとスティーリーダンとかね、そういう人たちがまあなんかそういうジャンルに分けられて、うん、日本ではなんて言ってたっけな、でも女子大生が好むアルバムナンバーワンみたいなノリに なってましたね当時は。あのそのボズスキャックスっていう方のミドルマンっていうねアルバムがあるんですけど、そのアルバムが当時自分が中学ぐらいの時にその女子大生女子大生の選ぶベストおしゃれアルバムみたいなのになってて、ただその CD をですね、なんかバイトしたお金か CD じゃないや、レコードをねバイトしたお金かなんかで買いに行ったんですよ、レコード屋さんに。したんで、それあのレオタードかなんか履いてる女性の頭にこうボズスキャックスがこうちょっと膝枕みたいなしてるやつで、ジャケットも中学生の男子にしてみれば買うの恥ずかしければなんて言うんだろう、そのジャンルもね、女子大生が聴くような音楽だったから、もう買うの恥ずかしいので、お金をために貯めてビリー・ジョエルのアルバムを上に置いて2枚買ったのを未だに忘れませんまあでもそのぐらいすごい人気があったジャンルでアルバムなので、一つねこのまま聞いてっていただきたいと思います。あ、まあね、だからあのね、あの種岡選曲なので、ちょっとあの裏ルートでいきますよということで、次はですね、ジノバネリという方です。 Seek and you will find。 いやー、このねジノバネリさん好きでね、ちょっとラテン系の方なんですけど、もうねテクニカルですよね。で兄弟なんですよ。でドラマーなんですよね。もう弟かな、弟さんかなんかで、まあ最初のアルバムは弟が叩いてるのかな。でこれはねもうちょっとあの要はね AOR の特徴として、スタジオミュージシャンの人が演奏してるパターンが多いんで、もうめっちゃテクニカルなんで、まあ多分曲も演奏自体もまあ難しい、あの演奏っていうかね、その曲自体も難しいんでしょうけど、まあやったらテクニカルで、まあ、かっこいいので、当時はあのね日本の歌謡曲のイントロとかね、このジノバネリさんの中にも
何曲か、あこれあれだっていうのはありましたよ、うん、ヒット曲の中にね。でこの方ナイトウォーカーっていうこの曲が入ってるアルバムの後はちょっとジャジーな方向に行っちゃうんですよね。でなんか冒頭で話したそのなんて言えばいいんだろうな、現在ずっと同じジャンルを続けてる方があんまりいないっていう話がそこに つながるんですけど、次に聞いてもらうビル・ラ・バウンティっていうやっぱ人がいるんですけど、その方もはなんかその後カントリー方向に行っちゃうんですよ。だなんかなんだろうな、なんかちょっと一時的に流行ってるからやってみた感とかがあるんですかね。このジノバネリさんとかはね、あの門松俊樹さんとかも多分好きじゃないかなっていうのをジノバネリさんを聞いてもらえればよくわかります。でそれだから結構あの我々世代のこう日本のポップスにも多大な影響を与えたジャンルにもかかわらず現在進行形があんまりないっていうのはまあまあ寂しい限りではあるんですけどね。まあでもこの頃のねいいやつが聞けるのでいいですけどね、うん、ってことでね、次の方はなんかね有名です。あのやっぱりそのすごいいいミュージシャンを集めてアルバムを作るタイプの方で、まあこれが多分一番有名な曲だと思うんですけど、自分はそのカントリー方向に行く前の最後のアルバムが一番好きなんですけど、ひとまず聴いていただきます。 Living It Up、 ビル・ラバンティです。なんか聞いたことあるんじゃないですかね。これが一番ちょっと表側の AOR っぽい曲かと思われます。ですね、このビル・ラバンティさんもまあさっきのジノバネリさんもそうなんですけど、もう現在進行形で活動はなさってます。でなんだろうな、だからカントリーの方に行っちゃった感じなんですけど、多分ライブとかやるとこの曲も歌ったりとかしてるんだと思うんですけどね。なんか一番売れた曲があるんですけど、 The Night Won't Last Forever っていうね、ちょっと放題忘れちゃったんですけど、91年になんかドラマの日本のドラマの主題歌みたいのになって、多分それを聞いたことある方も多いと思います。なんかプリティウマンって映画ねありましたけど、その主題挿入歌とかを作曲したりとかそういうこともしてます。自分は割となんか好きなアーティストさんなんですよね。でなんか一番やっぱそのなんていうんですかね、このジャンルに一番影響されたなってずっと思ってて、自分らの世代ってやっぱちょっとビートルズには遅いんですよ。もちろん好きな人はたくさんいましたけど、ビートルズドンピシャじゃなく、ちょうど録音が良くなってきた頃というか、そのトトとかね、そういう、レコード自体の録音もどん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 ハイファイに行って、どん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 音楽もデジタルに行くような時代に一番聞くというか、まあ、高校生ぐらいとか、ね、中学ぐらいとかなので、一番聴いてたというか、世の中でなんかドーンってこう中心に乗っかってたような音楽だったんですよ。で日本のポップスからもやっぱちょっと入りやすかったし、でテクニカルでフュージョン要素もあるんで、そういうフュージョンのミュージシャンの人たちが作ったものにボーカルを乗せたのも、まあ、AOR ジャンルみたいに扱われてたから、まあ好きでしたね。好きでしたっていうか、まあ今もまあこの通り普通に聞くんですけど、でね、でも昔の聞くしかないなって思ってたところに、まあこんな方を見つけたんですよね。これは詳しいことピックアップでお話しますけど、北欧の方なんです。オーレ・ブルートさん、キープ・ムービー。
Pick It Up のコーナーです。このコーナーは私種岡が気になったものやことをピックアップするコーナーなんですけど、今週ピックアップするのはこのオーレ・ブルードさんという、まあ本当に AOR のねミュージシャン、まあ、たまたま見つけたんですよ。でも多分記憶が間違ってなければ、あのシング・ライク・トーキングっていうね、このシング・ライク・トーキングって佐藤筑前さんってボーカルがいるバンドなんですけど、ここも AOR っていうジャンルをまあ目指してやってらっしゃったバンドで、その筑前さんのツイートで見つけたんだと思うんだよな。ちょっと記憶が定かではないんですけど、確かそうだったと思います。北欧の人なんですよ。ノルウェーの、シンガーソングライターで、まあ演奏も自分らでやって、でなんかゴスペル一家に生まれたらしいんですね。でそういう自分が先ほどかけてきたようなお話してたスティリーダーとかね、アースウィンダーファイアとかもそうですし、エアプレイとかトトとかペジスとか、さっきのジノバネリさんとかね、そういうのに影響を受けて、そのまあ当時その AOR のジャンルってウエストコーストサウンドみたいに言われてたんですけど、まあそういうのに影響を受けて現在に至ると。で多分見つけたの10年ぐらい前だと思うんですけど、まあね、なんつうもうレスペクトっていうレベルじゃないなと思って完全にその自分ら聞いてた時代のその AOR っていうものを自分で消化して、しかもなんかこう 100% 出してるというか、なんだろう、 100% と己のものにして、だからなんかちょっと聞いてると、これ最近のやつなのって錯覚するほどに AOR のジャンルをその領収してるというか、だからあの昔 AOR 好きだったけど最近聞いてないっていう方はぜひね、あのちょっと調べて聞いてみてください。このオーレ・ブルードさん、オーレ・ブルードって読むんです。なんかノルウェー語なんで O にこう斜めに線が入ってるんですよね、そのブルーの O に去年コットンクラブとかにも来てるみたいなんで、あのライブで来日してるみたいなんで、もう現役でインスタのアカウントとかもあるし、まあちょっとね調べて聞いてみていただけるといい感じだと思います。ということで、もう一曲オレブルードさんいきます。 Broken People。ということで AOR 特集だったんですけど、まあね最後の一曲もちょっと大好きな曲をかけて終わろうと思ってるんですけど、番組ではね皆さんからの感想、これを特集してほしいなどのメッセージを募集しています。あのリクエストでもいいですし、割と音楽をずっとかけているので、なんかこんな曲が印象に残ってるとか、こんな曲で人生変わったとか、なんかそういうエピソードとかでもいいので教えていただけると、ね、ちょっと自分もねやっぱその音楽で人生変わっちゃったとこあるのでいろんな意味であるので、ぜひねなんかそういうなんて言うんだろうな、音楽にまつわる話をリクエストでももちろんいいですよ。そういうのをメッセージでいただけると番組がねちょっと楽しくなるかなと思います。メールは musicboxfmhot@gmail.com まで、 musicboxfmhot@gmail.com まで、あなたからの投稿をお待ちしております。ということで、なんかね、だ結構この AOR っていうジャンルにあって、まあ、人生変わっちゃったんだよな。なんかやっぱ
まあ、もちろんいろんなね、他にブラックミュージックとかそういうのも含みでいろんなものを聞いたんですけど、やっぱなんかこの辺が自分はビートルズとかストーンズとかそういう本当に起源のものじゃなくて、その人たちを聞いて育ったミュージシャンの人たちがちょっとルーツみたいになってる気がします。ということで最後いきます。ボビー・コールドウェル、ラビング・ユー。まああのね、多分ね、こう独特の個性で言うとこのボビー・コールドウェルさんってすごいなって思ってて、だからなんか、まあ、聞いていただいたんで分かると思うんですけど、なんか独特の統一感あるんですよ AOR って。でその割にはでもしっかりジャンルが残っていないっていうのは、やっぱなんかクロスオーバーとか言われてたゆえもあって、そういうなんかロックやってる方とかソウルやってる方とか、まあ、ジャズやってる人もそうですし、そういう人たちがこうなんていうんですかね、みんなでこう一緒に、だから歌ってる人はもともとカントリーの人、曲作ってる人も、でもそれをアレンジしてポップスにして、でなおかつロックのミュージシャンの人やジャズのミュージシャンの人が演奏して録音するみたいな独特の形態で成り立ってたので、逆にアメリカにはそういうジャンルが根付かなかったようなところがあるのかなと思ってます。やっぱりなんかなんだろうな、まあでもね、すごく掘り下げていくと面白いジャンルでもあります。君がよく言ってた、同じ明日は来ない。ということで今週のミュージックボックスエンディングの時間がやってまいりました。私アネオカセイロのカラーオブライフに乗せて今夜もお別れです。来週のパーソナリティは、西健二です。大喜利のね、大喜利、まあ大喜利のね投稿テーマは、西健にやってきたトヨタビッツに名前をつけようです。色は黒みたいです。まあ黒ちゃんとかでいいんじゃないですかねということで皆さんとどしどしね投稿をお待ちしてますということです。私種岡はまた、来月2週目に登場いたします。今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではミュージックボックス、また来週です。限られた時間で果てしない道を素晴らしい時、悲しみの夢、心の行方、ドアが開いても夜へ染まってゆく空の色が変わるだけ。見えぬ明日Good.
別れの日々笑顔の理由涙の訳明日の見えぬ今を手探りで一歩ずつ なんて綺麗な海まだ見ぬ世界まだ知らぬ君探してる僕夜へ染まってゆく空の色に身を任せ見える明日は何色だろう君の今宵は何色ですか